やっと言える。今日はご報告ということで4回目のアプリリポップアップを開催いたします。もう1年ぶりに皆さんに会えると思うとすごくワクワクしております。早速ですが、開催日時は10月19日土曜日、20日日曜日、2日間とも10時から8時までの開催となります。そして会場は恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ地下1階のアークショールームというところで開催します。最寄り駅は恵比寿駅になるんですが、山手線、東京メトロ日比谷線が通っております。お車でお越しの方は恵比寿ガーデンプレイス内の駐車場も停めることができます。で、今回のポップアップのコンセプトはギフトフォアあなたにプレゼントとか、あなたへの何々みたいな意味を込めて作ったんですけど、私たちがみんなに寄り添いたいという気持ちを表現していきたいよねっていう意味を込めてギフトフォアにしました。自分のために日々頑張ってる人とか、誰かのために悲しんでたり笑ってたり、私たちは常にみんなの日常とかを想像しながら向き合っているので、なのでどんな皆さんにも寄り添って少しでもホッとできるようなもの、空間を送りたいなと思ってギフトフォアというコンセプトにしました。もうポップアップは本当にお客様への恩返しというのはベースとなって開催を決めているので、皆さんとしっかりコミュニケーションを取って会場に来てくださった皆様に笑顔で帰っていただけるように努めたいと思います。そして気になるはポップアップの特典だと思うんですが、ブランドとして今年4月にリブランドしてリスタートしたんですけど、リブランドしてから展開してこなかったグッズ、もうたくさんの新作のグッズがメインになっておりまして、今回ポップアップで新しくお披露目するグッズ、そしてアパレルも先行受注アイテムがあったりもするので購入することができます。先行販売のものは予約のものと、その場でお持ち帰りいただけるアイテムもあります。先行受注のアパレルに関しては 10% オフで購入することが可能です。じゃあそのグッズをちょっとちらっとお見せしたいなと思うんですけど、じゃん、こちらの私がどうしても作りたかった軽いボストンバッグ、こちらは今黒なんですけど、もう一色ブラウンもあってとっても軽量です。2泊3日とかぐらいだったら余裕で荷物が入る大きさになっているとか、このねオリジナルフラップが特徴のボストンバッグ、あとここの金具も引き手もねオリジナルで作ったりとか、オリジナルの裏地を使っていたりとか、リブランドしてからさらに細かいところまでこだわったり、より高級感が出るようにさらに品質向上も心がけて作っているので、リブランドしてからアプリリー変わったなっていうところも感じていただければなと思います。でこれのシリーズでちょっと今ね本当にサンプル品しかなくて、同じブラックでお見せできないんですけど、パスポートケース、こちらがもう一色のブラウンで、これでちょっとサンプルなのでファスナーの面の色が違うんですけど、だいたいこんな感じの色味になっておりまして、このブラウンの色味も可愛いですよね。中もすごくね機能性があって使いやすいパスポートケースになっております。パスポートケースとしても使えるし、 iPhone ケースとしても使うことができます。これをセットで旅したら可愛いなと思って、年末年始ご旅行行かれる方もたくさんいると思うので、ぜひこのアプリ利用を共にしてくださると嬉しいなと思います。そして今回新たなシリーズが登場しまして、マリアージュシリーズという展開になるんですが、一つのこうリングにウォレットだったりアイウェアケース、キーケースで、もう一つミニポーチがあるんですけど、4つのセットをこのリングに付けれるようになっておりまして、ちょっとそのポーチは事情があってないんですけど、ちょっと他のね2色あるんで、アイボリーでお見せするとこういったあのミニポーチもあります。こちらそれぞれストラップとこの金具が1つ、そして小物一つ一つ別売りになっていて、こちらの金具とストラップのセットにはストラップホルダーも2枚付いております。だからこれに加えて iPhone ケースもぶら下げることができるので、これ1個プラスなんかサブバッグとかでスーパー行ったりできるようなアイテムになっていて、ほんと必要最低限な家の鍵、財布、サングラスとかボールペンとか持ち運びたいとかね、ママだとそういうシーンがなおさら多くて、なのでこういうものをね作らせていただきました。このねニュアンスのリングの形もオリジナルで作った金具になっております。こうやって持ってもねすごく持ちやすくなってるし、腕に通してかけていただいても可愛いですし、取り外しも簡単にできるようになっております。これ全部で3色あるんですけど、一つ一つオリジナルのカラーに染めております。これマリアージュシリーズって言うんだけど、マリアージュってフランス語で結婚っていう意味でもあるし、組み合わせてすごく相性のいいものっていう意味になっているので、このストラップ一つ買っておくとどんな組み合わせでも相性よく使えるよっていう意味を込めてマリアージュっていうシリーズにしました。
マリアージュシリーズはこれからもいろいろ展開していくと思うので楽しみにしててください。あとアプリリーといえば iPhone ポシェットがもう毎回毎回大人気で、これで4回目の発売になるのかな。新たにまた iPhone ポシェットが登場します。これはブラウンになっていて、これもちょっとサンプルなので若干本商品は変わるんですけど、この中にもカードケースがあったりとか、今までのまあ皆さんのお声をヒントに商品開発しました。携帯前にあると嫌だなって方は裏にして使ってもいいし、もちろん今回もハンドの持ち手があるし、こういうショルダーもついておりますし、さらにここに1枚カード入れれるようになっているのと、ちょっとした小銭とかリップだったら入れれるようなケースもつけちゃいました。これ取り外しできるので違うカバンにもね使えたりもします。そして裏地もオリジナルです。ちょっとこれもチラッとなんですけど、これはパパも使えてママも使えるっていうコンセプトで作ったマルチポーチなんですけど、まあ、スキンケアポーチとしても使えるし、哺乳瓶とか離乳食とか、あとおむつポーチとか、いろんな用途で使っていただけるマルチポーチ。軽さ重視で金具も一切使ってなくてプランしていたりとかね、もう本当にリブランドして品質がぐっと上がったなっていうのを感じていただけるんじゃないかなと思いますし、今回ポップアップでは、まあ、アパレルももちろん展開するんですけど、もうグッズがメインになっております。ここで紹介していないグッズもまだまだあるので楽しみにしててください。で、毎年大大大大人気だロゴニットセットアップも生地のアップグレードをしてディティールを改良して再登場します。こちらも先行で 10% オフで購入することができます。そしてノベルティもなんと作りました。こちらのハートモチーフのチャーム、これは税込み2万円以上の方にプレゼントいたします。これ今私はアプリリーのキャンパスロゴトートバッグのブラウンの L サイズにつけているんですけど、これはマリアージュシリーズと同じ生地で作りました。で、このマリアージュの色展開がブラック、アイボリー、ブラウンなんですけど、もうどんな色を購入した方にでも合うようにその全ての色を使って作りました。で、ここにアプリリーっていう箱押しのロゴが追加されます。キャンパスロゴトートにつけても可愛いし、どこにつけても可愛いです。このノベリティもぜひゲットしてください。はい、ここからはポップアップの参加方法についてです。今回は優先入場とフリー入場の2つがありまして、こちらの優先入場からご説明すると、こちらは1000円でチケット販売いたします。時間枠で区切られているのでスムーズに会場の中に入ることができます。自分が行けそうだなっていう時間枠のチケットを購入していただく形になりまして、当日購入した時間枠に来ていただいて、チケット購入した際のメールのスクショを受付で見せていただくっていう流れになるので、10分前には来ていただけると助かります。で、これはね毎回同じなんだけど、1時間ごとの時間制限を設けさせていただきますので、会場に入ってからだいたい1時間の目安でお買い物していただけると嬉しいです。優先入場チケットは1人1枚まで購入することができて、もし2名の場合は2枚購入していただくという形になります。そして1枚のチケットにつき小学生以下の方は同伴可能です。そして優先入場チケットの販売なんですけど、1週間前の土曜日には会員様には先行でチケット販売しております。今日の20時から一般の発売になるので、スムーズに会場入りたいなって方はぜひ概要欄の方からチェックしてください。フリー入場の場合は1日可能となっておりまして、1人1回限りのご来場で、混雑状況によってはお並びいただく可能性もあるので、その点もご了承ください。で、お子さん連れて来てくださる方がやっぱ毎回毎回すごく多くて、ベビーカー毎回お預かりさせていただいてるんですよ。で、今回も混雑状況を見てベビーカーはお預かりさせていただくという形になると思うので、できれば抱っこ紐もご持参いただけると助かります。その辺は柔軟に私たちも対応させていただくので、気を使わずにご相談ください。なんなら私が抱っこしてあやしててもいいのでその間に皆さんは会場内を楽しんでいただけたらなと思いますね。自分のこうご褒美というか、普段はそんなに出かけないけどポップアップがあるから頑張ってちっちゃい子供を連れてきましたとかっていうお客様もすごく多かったので、そういう方にそのひとときを存分に楽しんで過ごしてほしいなと思うので、アプリ一度しっかりとおもてなしするので安心してきてください。もちろん私も常に店頭に立っているので気兼ねなく話しかけてください。そして話しかけに行きます。もし質問などあればお問い合わせフォーム、そしてこちらのコメント欄にもコメントをくださればお返事させていただきます。はい、ということで皆さんに会えるのが1年ぶりなので本当に楽しみで仕方ありません。去年大阪でポップアップを開催してからアプリリを1回閉めたんですね。で、一度アプリリ全体で原点に戻るという意味でもリセットして、 SNS とか EC のデザインもガラッと変えて、そしてコンセプトも見直したんですね。それで改めてブランドとして本質的な部分と向き合って、商品の全体的な品質を上げていこうっていうのもそうだし、いろんな思いがあってリブランドして4月からリスタートしたんですけど、ここでちょっと本音を語ってしまえば
なんか私の 100% イメージ通りには表現できてないっていうのが現状なんだけど、今回のポップアップにはすごく思いをかけてるし、改めてお客さんと向き合ってアプリリとしてどうあるべきかみたいな、皆さんに励ましをいただきながら精進していこうかなっていう一つのまたきっかけになれればいいなと思ってポップアップ開催を決めたので、このアプリリのポップアップでいろんな変化とかそこに気づいていただけたら嬉しいなと思います。もうそもそもアプリリを立ち上げたのも YouTube をきっかけに、やっぱいろんな方の声をいただく中で自分も頑張ろうって励ましをたくさんもらえたり、私の発信によって元気になりましたとか、こういうこと躊躇してたけどチャレンジしてみる決心がつきましたっていうたくさんの声をいただく中で、もうみんないろんなこと抱えながらもすごいみんな楽しんで生きてるなとか、時には辛いこともありながら生きてんだなと思って日々実感するんだけど、まあ私もその YouTube とか発信することを続けていくっていうことが何よりも務めなきゃいけないことだなと思うし、生きがいだなと思うことなので、やり続けるプラス何か新しいことにチャレンジしたり、私がこうやって発信し続けてる意味を見出せるようなことを形にしていかなきゃいけないなとか常に考えてるんだけど、その一つがブランドを立ち上げるっていう一つだったんですよね。なのでブランドとしても確立できるようにしていかなきゃいけない、なんかいろんなことを原点に戻って考えた時に、今までのアプリリはアプリリですごく大好きだったし納得のいく形で作り続けてきたんだけど、でも一回リセットした時にもう少し変容してしっかりとそこに足をつけて継続していく必要があるなっていうのも思ったからリブランドしたんです。なんだけど正直自分の 100% の再現ができてるかって言ったらまだまだそうはいかなくて、なんか私の力不足だなっていうのも痛感している日々。すごくものづくりって本当に難しいし、すごくリアルな話をするとこうやって円安が続いてさ、日本の円がすごい弱い、だから何をするにもさすごく大変じゃないですか。だからそこと皆さんの声に耳を傾けながら、そして私たちもやりがいがある、そしてお仕事に携わってくれた人たちをちゃんと大事にしていきたいとか、もういろんなバランスを保つことが難しいなって、もう限界だなって感じたのも正直あったんだけど、それでもやっぱりまだまだチャレンジの途中で、ゴールまでの道のりはまだまだだし、まだまだやれることはたくさんあるなって思ったので、全てをちゃんとやりきりたいんです。なのでもっともっとねパワーもつけて、ブランドとしてこう皆さんにワクワクするものとか元気づけられるコンテンツとか、普通のアパレルブランド、グッズブランドじゃなくて皆さんに寄り添ってアットホームなブランドを作っていきたいと思っているので、これからもアプリリーをチェックしていただけると嬉しいなと思います。もうね本当にねみんなね会いに来てほしい、ブランドちょっと見てほしい、今のアプリリーみんな頑張ってるからさ、本当に私も頑張るよ、まだまだ。なんかみんなとさ会ってさ、イエーイ頑張ろうねみたいなやりたいよね、いろいろ話しましょうよ、こういうことがあったんですとかさ、いろいろ聞かせてよ、私も話したいよという、まあ1年ぶりに皆さんに会える機会がありますので、ぜひ会いに来てくれると嬉しいなと思いますので、お待ちしてますね詳しくは概要欄チェックしてください。ということで10月の19、20のポップアップでお会いしましょう。バイバーイ。